続けてよく打ち切りまして、デンソーに6点目が入っている第4セット。サンティアゴと中本、林と横田沙耶香、ドルーズと山口のマッチアップです。いいサーブですよ林。そうですね、山下が上げて再び中本、サンティアゴではなくドルーズ。サンティアゴにか、うん、ドルーズはアタック18点目、ブロックの2ポイントを加えての合計20得点です。少しずつやっぱりドルーズ選手の打つ割合がやっぱり増えてきましたよね。さっきもそうでしたけれども、はい、ただチームをこう立て直すっていうことでは、とにかく決めてくれる人をもう使い倒すぐらいの感じからの、復活ですよね。続けてチャンスボールが JT ではあるんですが、 JT もここは苦しくなってしまいました。横田沙耶香でポイント JT です。ネットに当たって JT の選手は触っていませんでした。陽子さんがおっしゃるように JT はドルーズが39打数、林24、田中26となっています。そうですね、どうしてもやっぱりとにかくどんな形であってもとにかくまずセットを奪い返すっていうことではね、手段選ばずっていうところだと思うんですけど、ここまで来たので、例えばさっきスタートみたいに1セット目の両チームね、スタートみたいに、使いましたけどサンティアゴ選手をこう真ん中でうまく使っていくとか、ちょっとその攻めの体勢をもう一度立て直す見直すっていうところができるといいですよね。ドルーズを上げて福留、セッター経由の山下で入った。山下ダウンドライ、ちょっと気味に入りましたけど、正面やっぱり大きかったので、ちょっとね、切るような感じでいきました。JT 頑張れの声も飛んだパークアリーナ小牧。よく拾ってますよ。中本よく拾い、山下の3本目なんですが、これは3点でした。ちょっとこれは叩かれちゃいます。手がね、上から出ちゃいます。第3のスタートだった石川祐希が戻ってきています。サーブ西川祐希となりました。第1セットはスタートでした。リベラセッターブロードではなく左山下、先ほどは跳ね返されましたけれども今度は成功です。横田のブロードを見せてから左でした。そうですね、これはやっぱり、ストレートを、ね、狙っていくべきですよね、はい、サーブ横田沙耶香、田中と山口マッチアップ、東と山下、サンティアゴ浅野という組み合わせになっている。サービスです。復活してきましたよね。どうやらここまでは東京グレートベアーズのコーチを務めていらっしゃいました。埼玉上尾の監督時代は結構エキサイトするタイプで選手たちが逆になだめているというようなシーンがありました。指導者もやっぱり監督タイプとやっぱりコーチタイプっていうのはね、違うところってありますのでね、でもね、こうやってこう見てるとやっぱり選手がかなり、いろんなその指示に対してこう納得した形で、こう少しこうコミュニケーションを取ってるようにやっぱり見えますよね、はい、ドルーズダイレクトでサンティアゴ、ブラックアウト。先ほどのマルキーニョスコーチなんですけれども、埼玉上尾の選手たちも東京グレートやコーチなんですけれども、会場で会うとみんな嬉しそうに駆け寄っていく、そんな慕われている姿ももちろん受けられています。セービン、ジャジャ、サーブ、サンティアゴ、サーブレシーブが中本でした。山下、ちょっとリズムが戻ってきてますよね。今日は山下26分の9の決定率です。山下春菜、
全日本インカレは2年連続優勝、2022年は大学の4冠でした。東海大学の出身。バイパタタッ。ここでまた伝送が盛り立ててくる。スリーが出てきます。中本タイムアウト。まあもう打って本人もかなり手応えがあるスパイクでした。そしてマルキーニョスコーチとのハイタッチです。完全に戻ってきましたね、うん、そうですね。まあ、やはり3セット目のような、ね、ことっていうのも あると思いますけど、じゃあなんかその全然フィジカルが弱いかって言ったらそういうことではなくて、やっぱりこうバタバタしてる中でリズムが取れていないから疲れるっていうことってありますよね、はい、もうリズムがこう取れてる時っていうのはどんなに動いてもやっぱりその疲れる、その疲れ具合って違うので、多分さっきはちょっとそれでこう詰まってるところは、ね、あったと思うんですけど、まあ、もう一度やっぱりこうサーブから攻め直して、はい、で崩れたところを、まあ、ワンタッチ取ってとか、まあ、ドルーズ選手がバックにいるときはトスが戻って足長のバックアタックを打たせてそれを拾ってっていう、それにやっぱり戻ってますので、はい、まあ、それがこの点差に今なってるかなっていう感じですよね。第1、第2を連想、第3を JT が取りまして、第4セットを迎えているパークアリーナ小牧の JT 対連想です。JT ここまで4連勝、連想1勝1敗で迎えています。リベロセッタードルーズ、中本がディグ、そして中本がバックアタックは判定アウト、タッチなし。 JT のポイントです。惜しかったですね、はい、今ね自分で拾ってそこで打ちに行って、コースをねよく見て切ってたんですけど、ちょっとバランスがねだったんですけど、JT のやっぱりドルーズ選手に上げるバックアタックのトスが、ドルーズ選手がアプローチをして来ようとしてるんですけど、はい、トスが戻っちゃってるんですよね、なのでスイングはしてはいるんですけれども、はい、体重が乗らないバックアタックになっちゃっているので、ちょっと破壊力がね落ちてますよね。トスが修正して、はい、もっと前に出してる。山下の得点で13点目、ドルーズへのトスの修正、はい、まあ、ドルーズの破壊力が落ちるということは一気に伝送に有利になるということになります。そうですね。でもやっぱり今のような、ね、攻め方も本当にディフェンスは間が空いてるから強打来るだろうと思ってるんですよね、みんな、はい、それをもうなかなかやっぱり三々のレシーブの体型で真ん中の空いてるところにプッシュをやられちゃうと、すごく嫌ですよね。でしかもセッターはバックなわけですから、あれを取るかどうかっていうところすごい迷うんですよ。だからセットアップもしにくいし、嫌ですよね、ああいう風に攻められて。ああいうのをやっぱり織り交ぜてきてるので、すごく効果が高いですよね。 JT はセッターの東が今は後ろのローテーションでした。そして吉田、吉田がしっかりと取ってきます。吉田もやはり確率が高い選手なんですね。そうですね、まあ、やっぱりオフェンスをね、型通りにこう持っていけるかどうかっていうところはあるんですけど、どうしてもやっぱり JT の方が今ドルーズ選手にやっぱり集まりがちになっちゃってるんです、はい、まあ、先ほど3セット目からもそうなんですけど、はい、ドルーズ打数も増えてね、まあ、こうやって強烈なスパイクもあるんですけど、ギリギリのところですよね。クリーンヒットっていうのがもう今ほとんどちょっと影を潜めてしまってるので、はい、ちょっとやっぱり、はい、肩で息してるかなっていう、でもちょっとそういう様子もありましたし、逆に連想の方がちょっとこう分配してるんですよね、一、はい、人のアタッカーに偏りすぎずっていうところでできてると思うので、ドローレッドは来ましたけど、まあ、多分負荷をかけてもね、十分仕事はしてくれるとは思うんですけど、やっぱりでもサーブでこう崩された時にいい体勢で打てないとワンタッチをやっぱり取られて切り返されてるっていう、それがまた出てきてるので、ドルーズは45打数目、得点自体はスパイクで20点、まあ、それでもやっぱりね5割近い決定率ですからね、中本が、まあ、落とそうとはしましたけれども、さあここでタッチはなし。
なしですね。ですね、はい。福留選手がね、ちょっと中に入ってはいたんですけども、はい、あの奥の切り返し、うん、これはだいぶ出てますね、見送ってますって、はい、石川由紀のアタックでした。ドルーズも疲れは出ている、そしてトスと合っていないことでパワーが落ちているドルーズのこのアタックです。中本フォローとサンティアゴの返しがつけないと笛が鳴って JT ダブルコンタクトが伝送にありました。やっぱりさっきも同じことをああいう形で返球されているので、はい、もうそこはもうあの十分にやっぱり注意を払わないと、この点差ですと ね、はい、やっぱりあの JT も決めて持ってますし、そうですね、塩出と和田の2枚替え、 JT のパターンです。安定に対してアピールする行為がありましたので、ゲームキャプテンを通じて演奏に警告が与えられました。はい、先ほどの判定に対してダブルコンタクトの判定に対して伝送からの、まあ、必要以上のアピールというのがありましたので、ゲームキャプテンを通じての警告が伝送に与えられています。そうですね、試合運び試合巧者ということでいくと、まあ、もちろんね、そういう抗議もあのなくはないと思うんですけども、この点差のところでやっぱり相手前に落とされるようなボールを逃さないという、そっちの方に集中した方がいいですね。そうですね、気持ちの向け方が別のところに、別のところに気持ちを向ければより勝利が近づきます。中本のアタック、ディグは西崎でした。よく動いてますよ。西川由紀が打った後は横田沙耶香拾って塩でリベロを通じた後、これがタッチがある。まだのポイント、ナラワナラワモタイワーデンザー、まあね、本当にどっちに転ぶ4セット目でそういうところが出てるので、あの試合巧者となるためにはもうそういうところはもう絶対に出さないっていうようなね形で運んでてくれるといいかなと思いますね。はい、ここまで面白い試合を伝送が作ってきているので、まあ、そういったミスは確かに見たくありません。そうですね、それに対してもちろん JT もこのまま取ってくるセットにもつれ込ませたい。ロザマリアとジュリアの2枚替えとなります。ジュリアはセッターです。そしてロザマリア4セット連続の途中出場となります。現在 JT も2枚替えでサーブが塩で、そしてフロントレフトに和田が入っている JT です。対しまして連想もバックライトにジュリア、フロントレフトにロザマリア。ロザマリア西川残した、ジュリア拾った、ロザマリア西崎塩で和田、ここでも笛で立ち抜けですね、はい、やっぱりここまで来たら、まあ、JT も苦しいところはあるんですけど、そう簡単にはやっぱり、はい、あの点数を、ね、もうくれないという、そういう状況にやっぱりなってますからね。やっぱりミスを出さないということですね、はい、サーブ塩でサーブレシーブが中本、ジュリアが上げてのロザマリア、1本目がしっかりと出ました。横田沙耶香からのボールでした。ジュリアが動きながらトスアップ、ロザマリアストレートをカバーしたのが田中で、奥はアウト、そのまま越えています。同点、 JT が追いつきました。塩出のサーブが続きます。追いつかれた伝送、塩出と和田の2枚替え、対して伝送もジュリアとロザマリアの2枚替え。サーブレシーブ中本、ブロードで横田沙耶香ですね。やっぱりこの一発はね、やっぱり横田選手から欲しいですよ ね、はい、これはナイスチョイスでしたね。セッターが2枚替えでジュリアになっている伝送です。ジュリア・メリッサ・モラド、サーブ中本、
って西川由紀のサーブ。もちろんね、あの攻めの手、特にサーブですよね、攻めの手を緩めないというところではあるんですけれども、はい、やっぱりそうですね、はい、そうですね、ミスは欲しくないかな、はい、横田沙耶香あまり余計なことは言わない方が良さそうですもうこれはこれです、現実ということで次に行きましょう、はい、そうですね、ティアゴです。和田浅野のマッチアップ、田中山下のマッチアップ、成瀬ロザマリアのマッチアップです。ロザマリア、これまでのサーブアウト、またネットにかかった全てのフラストレーションを放出したようなスパイクでした。二枚替え解除です。吉田と山口が戻ってきました。ここは一番ね、両チームともに本当にもう集中して、はい、ミスを出さないことですね。目黒、和田、そして田中です。ドルース、和田はサーブで残ります。エースでここで和田由紀子、貴重なポイントですね、前替えから入って和田がサーブで残って、現在 JT は本職のセッターがいない状況です。とトスを上げて打ちます。2本目は対処した山下、リベロセッター吉田、西崎の広い、田中、山下が取った、そして中本越えない、和田のブレイク、連想がタイムアウトを取りました。和田のサーブでのブレイクです。 JT もうこの辺りはあのサーブミスに続いてもうというところなんでしょうか。そうですね、両チームともになんですけれども、はい、勝負どころですよね、はい、決まらないっていうのはまだあります。やっぱりミスになっちゃってるので、スパイクもそうですよね、はい、サーブミスは攻めた部分があったということを差し引いたとしてもですね、はい、やっぱりネットの真ん中にかかっちゃったりとか、はい、惜しいっていうあれじゃないんですよね、はいはい、というミスじゃないとちょっと痛いなっていう感じがしますよね。そんな中でブレイク和田、サーブレシーブが山下で、その山下が打つインナーを田中がカバーしていた、トスはずれたが、トスはずれてタッチはドルーズはアピールしている、触ってるんですね、連想からのアピールチャレンジもありませんので、21対18、和田が取り続けている。ここで切れます。そして東が戻りました。和田が結局17から21まで連続で取りました、5連続です。サーブが山下で、お、田中ダイレクトで返って連想チャンス、吉田ねじ込むが
JT トランジションドルーズ、山口反応、中本リベロセッター、中本戻っての JT、 林が田中の対角に入っています。ドルーズ、山口のディグが直接 JT のコートへ、ドルーズ再び朝のマッチアップ、ドルーズ吉田、ナルセ中本の組み合わせです。ミドルの朝の、今度は左から中本、川端、リリーフサーバー川端春奈です。アウトです。そしてそのままレシーバーでも残ります。川端本職リベロです。今日はリベロ登録は福留だけ。 JT23-21 サーブ成瀬、成瀬もルーキーです。川端もルーキー。リベロセッター横田に対しシャット、サンティアゴ、林とサンティアゴで、サンティアゴの手にかかっています。 JT セットポイント、林取ってからのドルーズで第3セット、25-21、 JT が最後は突き放しました。これでセットカウント2対、 JT とデンソーはフルセットにもつれ込みます。解説ヨーコゼッターランドさんです。デンソー第4セットは第2セットまでの勢いが戻ってきたというのが、まあ、セット半ば前後まででした。はい、そうですね。これは最終的にね、あのフルセットになったんですけど、まあ、今日の最初のねスタート 1,2 セット目の戦いぶり